本当に日常的な人物というか、あんまり特色がないですね。でそんな普通の人がこんな状況に置かれたらというような話なので、できるだけこう身近にいそうな人を演じようと思っていたんですけれども、さすがホラー映画を、何本も作られてる方なので、こう動くとこう怖いとか、こう顔を向けとくとこっちの闇が怖く見えるとか、僕は考えもしないようなことを教えてくれるので、安心しきって次はどうしましょうって相談してましたけど、一つずつ。そうですね、そういう意味では勉強になったことはいくつかあって、なんて言うんでしょうね、結構作り手として傲慢になってた部分が多くって、まあどう見てもらっても構わないよみたいな、こう演じててもどう見てもらったって構わないよっていう意識がここのところ続いてたんですけど、今回の作品はこう見てほしいっていう提案がはっきりしてるんですね。それはホラーっていうことで、こう怖がってほしいとか、こう見てほしいっていうことがはっきりしてるので、その辺は僕の中にあんまり計算が最近ないことなんですね。だからそういうことで、監督はさっき言ったように、こっちを向いてたらこっちが暗闇だったら怖いとか、こっから出てきそうだとか、そういうこう見てほしいっていう仕掛けが随所にあるんですよ。そういうことが演技をする上で自分の心情がどうとかとか、そういうことでだけではなくて、罠を仕掛けるっていうのかな、それは一緒にこう見てもらう人も楽しんでもらえるっていうことの罠を一緒に作っていったっていうことがすごく勉強になったので、今後ホラーじゃなくても娯楽作品にしてよ、アクションにしろ、どんな映画にしろ、そういう悪巧みっていうか、罠を、いい意味の罠をこちらから提示できるように、また一つ、なんかいいものをもらったな、勉強させてもらったなと思っています。